はい、今日は3月の20日ですよ。ね、だいぶ暖かくなってきましたよ。今日はですね、おもちゃ、おもちゃ、ほか、その他掘り出し物探訪は、うちから、ね、日帰りで帰ってこれる、ね、近場ですよね。今、彦根市なんですけど、彦根市から、どんどんこうね、国道8号線を南下していこうと思いますよ。ね、ここら辺のお店は、しょっちゅう行ってるお店なんで、正直、何も見つからないかもしれません。ね、ちゃっちゃと行きますよ。じゃあ、まず最初は、生活工房彦根店、ね、行きますよ。はい、ね、何もなかったです。すいません。前行った時、来た時、おもちゃは少し売ってたんですけども、おもちゃコーナーそのものがもう消滅していましたよ。ね。じゃあ、次行きますよ。はい、続きまして、ね、先ほどのお店から車でもう1、2分のところにあります、セカンドストリートの、彦根店ですよ。ね。ここももうかなり何回も来てまして、結構ここでもお宝をね、ゲットしましたから、さあ、どうなんですかね。何かあるといいんですけど、じゃあ行きますよ。はい。案の定、何も売ってませんでした。ただ、カプセル超合金とかカプセルポピニカっていう、昔ガチャガチャで出ていた、やつですね。あれが、いくつか売ってましたよ。ね。値段もそんな高くなかったです。ただ、私はもう、あれ、ほぼ全種類持っているので、ね、じゃあ次行きますよ。はい、続きまして、ね、未来書房彦根店ですよ。ね、ここも、以前はソフビをね、がいっぱい売ってて、もうね、これだと思うやつを片っ端からもう買い尽くした感があるんで、ちょっと、でも一応行ってみますよ。未来書房彦根店ね。久々に行きましたよ、ここね。売ってましたよ、ね、これ。戦隊ソフビ、ね、4点、ね。150円が4つで、締めて600円でしたよ。ね。いやー、行きますよ。150円ね。ソフビ。またこれですよ。ね。これアンドロメロスのソフビですよ。ね、ちょっと、光の反射がすごいですね、これ。これアンドロメロスのソフビね。これ、ね、こんな感じです。こんな感じですよ。ね。お宝なんとかとかの店に行くと、結構高値で言います。500円ぐらいで売ってたんですけど、550円でしたよ。ね。はい、じゃあ次行きます。次、これですよ。ね。B ファイターカブトの、ソフビですよ、これ。B ファイターカブトってなんか金色の、ボディだったと思うんですけど、黄色ですから、これ最初何かと思いましたよ、これ。ね、150円ね。B ファイターカブト。ね。こんな感じです。ね。ちっちゃい、ね、B ファイターカブトのなんか装備と私前持ってたんですけど、これはちょっと17センチぐらいの大きさのでかいやつですよね。はい。じゃあ次。はい。はい、B ファイターカブトの、なんでこれ、B ファイタークワガーだと思います。ね。確かそんな名前だったと思います。ね、これも一緒に来ました。ね、こんな感じです。ね。こんな感じですね。はい。続きまして、三つ目が。はい。これ、B ファイターテントですよ、これね。B ファイターテント。ね。というわけで、なんと B ファイターカブトのソフビが、なんと3種類、ね、揃い踏みで売ってましたよ。前あの店行った時にそんなん売ってなかったのにね、ここにこう3種類売ってたということは、誰かが B ファイターの、3体持ってたけど、手放そうということで、ね、売りに来られたんだと思います。ね。あとは、なんか仮面ライダーのこういう、このくらいのサイズのソフビが、3体セットで300円という、なんかなんか激安価格で売ってましたよ。ね。じゃあ、未来書房は以上で、もう次の店の前まで来てます。はい。ここですよ。ナフコ、彦根店じゃないですよ。ブックオフと
ね、ハイパーなバザーとかいうところですよ。ね、彦根の。彦根のね。で、ここはかなりでかいお店なんですよ、これね。で、おもちゃもすごいいっぱい売ってるんですけど、ここも私も何年も前から、これできた頃からもうしょっちゅう行ってて、めぼしいものはかなり買い漁ってますけど、まあ、今日さっきの未来書房のように何か新しいものが入荷していればね、いいと思いますので、行きますよ。はい、ね、まあ、特にちょっとね、めぼしいものはありませんでした。ね、まあ、ね、じゃあ次行きますよ。はいはい、ね、だいぶ国道8号線を南下してまいりまして、ね、次はリユースガーデンというところですよ。ね、ここもちょっとおもちゃが売ってるかどうか微妙なとこなんですけど、ちょっと久しぶりなんでちょっととりあえず行きます。はい、ね、こう家具が中心で、おもちゃまあちょっと流あれキューレンジャーのおもちゃがちょっとだけ売ってましたけどね、まあちょっとまあね、あれでした。はい、ここね、ここのリサイクルショップのね特徴としてはですね、入り口になんかワゴンがあって、そこになんかこうジャンク品がドーンと積んであって、でそのジャンク品がなんとタダなんですよ。よくご自由にお取りくださいとね、書いてましたね。おじさんがなんかこうガサガサとこう朝なんかいろいろこう物色されておられましたよね。というわけで、まあ次行きますよ。